今回のスピーチューブはこちら、安富牧場。なんと岡山市足森にある牧場なんですよね。噂のソフトクリーム、大人気のスイーツを求めて行ってまいりました。それでは最後までよろしくお願いいたします。今日はね、足盛りの方に行こうかなと思います。まあ、前回もね、ひな人形の件で足盛りに行ったんですけども、今日はね、またこれ、ちょっと違った楽しみ方、遊び方がある場所をね、ご紹介したいなと思います。前回に引き続き、今回も足盛りに行くわけなんですけども、今回行く場所なんですけどもね、かなり足盛では有名な場所ということで、皆さん知ってる方は多いのかなと思うんですけども、その知らない方のためにも行ってみようかなと思います。農道を入る形なんですが、まあ、いろんな行き方があるということで、詳しくはね、Google マップをチェックいただけたらなと思うんですけども、そのまあ他の行き方としては、まあこちらね、もう一直線にバーッと行ってね、右に曲がるという方法もあります。はい、というわけで足盛にある安富牧場さんに来ました。僕も初めてなんですけど、結構ね、こういう山の中にあるんですけど、山の中かな、まあでも民家とかね、ある、まあ、山のふもとにあるんですけど、結構ね、お客さんっていうか意外と来てますね。いや、こんな場所があったとは。おお、牛舎とかね、あるんですね。アイスクリーム工房、ちょっとね、どうしようかな。最初に牛舎に行ってみましょうかね。この道路を挟んだ先にあると。これなんか焼き窯みたいなのもできるんですかね。こういう感じでできるんですね。これ普通に見れるんですね。はい。でこれ名前書いて、で対策していくと。はい。まあね、このほとんどもう地元の倉敷の倉敷町が岡山市の 人ばっかりですね。来る人はね、ということでちょっとね見ていきましょう。こういう感じで見れることができるということです。ホルスタインというね、女の子で
体重は75キロですよ。ね、ラビットが来るんだね。うわ、めちゃめちゃいますね。こんなにね、間近で見られるんですね。こんな感じで見るのはあんまりないですね。めちゃめちゃ牛がね、もうなんかね、いいですね。触ってもいいのかちょっと分かんない。まあなんやかんや言って今年は牛年なんでね、なんかご利益あればいいですけど、はい、こんな感じでね、なかなか触れ合う場所っていうのも少ないですよね。県北に行ってもおそらくね、ここまではなかなかないのかなと思うんですよね。だって牛舎に入れることもね、すごい貴重な体験だと思います。ぜひあのね、お友達と行ってみてください。はい、この先に放牧された牛がいるということで行ってみようかなと思います。ちょっとそんなに進んでもいいのかなって。うわぁ、さっきのね、牛とより、ま、全く別の感じというか、めちゃめちゃでかいです。ここが放牧されてる場所と。お、いるわけだ。いるわけですか。はい。ね、なんかあのレンガのようなものをね、舐めてますけど、あれはね、なんかあの塩らしいですね。牛専用の塩を舐めてるということで。元々はなんか正方形のブロックなんですけど、ね、舐めまくってこんな感じになってますけど。日がね、暑いんで、もう今日も20度ぐらいね。まあね、昼前ね、よく牛を見るんですけどもなんだろうな、こういう場所でもね、牛さんが見れるっていうのはまたいいですね。あの本当はジェラートだけで行こうかなと思ったんですけど、電話してみたらまあいろいろと見れるということで、ちょっとね、こういう場所も皆さんにお見せしたいなと思って。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あのジェラートをね、見ていこうかなと思います。あー、でもね、いい場所を見つけましたよ。はい、なんかね、こういう感じでもあるということで、もうタダでこうやって見れるってのはすごいなって思うんですけど、
こういう感じでございます。まあ桜のシーズンはね良かったんでしょうけど、もう今はねゆっくり季節というかね気温を楽しむ時期かなと思います。はい、ちょっと今日はこちらに行こうかなと思います。ね、安富牧場のファミーユ、前から気になってた場所ですけど、今日こちらに行こうかなと思います。この干し草、はい、今日こちらです。ソフトクリーム、ね、これソフトクリームですかね。あ、一番おすすめって何ですかね。初めての方でしたらソフトクリーム。あ、じゃあソフトクリームで、はい、あ、すいません、ありがとうございます。できました。おっとっとっと、じゃあここでいただけるということですね。はい、いや濃厚でね美味しいアイスクリームでした。やはり塩を舐めてる牛ということで、ちょっとね塩味がするかなと思います。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今日はね安富牧場さんにね行ってみました。結構なにぎわいということでね、近場でこうやってこんな感じで楽しめる場所ということでね、だいたい県北行かないとないんですけどね、もうこれ見るのタダですからね、タダで見学できるということで、ね、たくさんの牛がいます。でジェラートもね、ソフトクリームもめちゃめちゃ美味しかったです。もう濃厚でね、食べた人にしかわからないという感じでしょうか。ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。キャバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。